福岡なんですよ、その子。福岡、だから東京駅。そう、なんか、ほんと全然付き合ってもなくて、ただたまたま一回、そんな風にしたらなんかできたらしくて、今2ヶ月なんですけど、いきなりそう、養育費払えって言われちゃって。本当に僕の子かなと思ってるんですけど。だから、よかったら、あわわさんも、養育、します。やばいやばいやばい。大事なとこだけ、音がなくなった。あ、また声なくなった。今、電話かかってきちゃった、その人から。養育費払う人から。あ、養育費、だからか。お願いします。これ、それで一番大事なとこがなくなったよね。そう、今、たまたま電話かかった。2倍タイムー。あ、お願いします。皆さん、はい、スピードチャレンジお願いします。26分の1ですけど、視聴者。あーでありがとう。ゆあんちゃんありがとう。4人、無理だったから。ね、やだ。お願いします。バラありがとう。バラください。バラください。あ、大丈夫だよ。あわわちゃんリスナーバラあげなくて大丈夫で。あ、もう大丈夫です。スーパーさんありがとう。バラください。2倍だぞ。こっち、2倍で買った。してない。あーでバラありがとう。あと1人。1人。あ、いけてない、いけてない。ナイバラー、クリア。耐えた。耐えた、耐えた。2倍です、お願いします。どうしてもあわわちゃんに養育費払いたい。お願いします。てるくんのハートミー。ありがとう。お願いします。あー、キンキンさんありがとう、キンキンさんありがとう。あわちゃん。ありがとう、キンキン。嘘だろ？払わせないってこと？逆に払ってくれたってこと？誰？あれ、無理ってことですよ、ご飯は。あ、無理ってことか。そう、私も俺のために払ってくれたんじゃないか。うん。養育費っていくらなんだろう。どれくらいなんですか、養育費って。月3万から5万円の間で揉めてんじゃないですか。へぇ。それが裁判で決めるやつか。ありがとう、払っちゃう、観覧車。ナイス、観覧車。ありがとう。言われちゃう、笑うから。ご飯耐え、ねえ、待って、来てる来てる。来てるよ。ゆあちゃんありがとう。絶対、あ、そう。ありがとう、え、かわいい。ありがとう。ゆあちゃん。ナイスフルーツ。ありがとう。差し込みうま。差し込みうま。はじゃさん、ありがとう。やばいわ。6000ポイント入ってるわけじゃないですか。はい。6000円のご飯のところ連れてきます。よろしくお願いします。ご飯。でも、負けたら、勝ったら負け、ん？どういうことだ？どっちだ？私が勝ったらいけないですけどね。あーね、あ、急になんか強気になったじゃん。うちの差し込み舐めてるっしょ。今何人います？視聴者。増えましたか？280人ぐらい。あー。もう、これ負けるよね、280人で絶対。舐めてるでしょ。うちの差し込み舞台。差し込み舞台強いんだ。決めてよ、じゃあ。本当に俺が勝ったら行くんだね。行くんだね、ご飯。いや、あの、出国料かかるんですよ、私。出るとこ。怖いわ、怖いね。怖いって言ってます。そういう国ってこと？そうですね。そういう国ってこと？関係ないんだけど。ルイジさん、ご飯食べました？食べてないです。ああ。うん。食べないんですか、ご飯。うん。あわわさんと食べるまで食べないって決めた。あと7秒、6秒。差し込んじゃっていいんですけど。差し込み注意。あ、終わったわ。ありがとう。ありがとうございます。なんか、ありがとうございます。その、養育費払う人が違うアカウント使って、なんか、LINE 見ろ、チビ、みたいな、すんごい、すんごい悪口書いてきてるわ。別のアカウントで悪口書いてきてる。あーちゃんありがとう、ヨアちゃん、ネムくん、スーパーイン、アーで、ありがとう。ルイさんとリスナー様ありがとうございます。あ、アイニさんありがとう、ナナさんありがとう。かわいそう。ヒカさんもありがとう、メグメグさんもありがとう。キンキンさんはありがとう。みんなありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。切り際早いじゃん。嘘だろ。すんごい切り際じゃん。いや、なんか、
人気そうだからちょっと時間取ったらあれかなって思って。いやいやいや、もうこっからあと30分ぐらい話したいね。30分、もうロッテリア食べれなくなっちゃう。いや、食べながら話してくれて。ロッテリア行こう。じゃあ、今度。じゃあ、負けたら、お願いします。あ、じゃあ、また今度勝負してくれるってこと？はい、お願いします。じゃあ、アワはよろしくな、これから。はい。毎日3回バトルしようぜ、朝昼。絶対いや。じゃあ、アワさん、またね。はい、ありがとうございます。はい。始まったろ、ほら。俺この文字、こいつなんかおかしいと思ったもんな、このユーザーのこのアイコンが。行きません。新宿帰ります、皆さん、さよなら。もうここで、でバスの時間が過ぎるまでここで過ごします。寒い。どうしたの？だからこれエミリさんでしょ、これ。この5本指のやつ怖いわ。え、もうすごい、俺結構序盤からなんかおかしいなと思ったんだよ。コメントしてくれ、なんかさっきもこのなんかね、俺スルーしたんで、多分なんか変なコメントしてんなと思ったんだよ、こいつ。怖いわ。なんか裏垢作っとくなんて、監視垢作っとくなんて。しかも我慢できなくて、出てきちゃうなんて。行くのやめるか、帰るか。こんな怒ってるし。怖いわ。お前俺のことアゴっていうのやめてくんない？本当ブロックしたくなっちゃう。なんかおしゃべりな人を九州ではアゴって言うみたいなんだよ。関東だと違う意味に聞こえちゃうよね。なんかしゃくれてるのかなみたいなイメージに捉えちゃうよね。そんな俺顎長くねえからみたいな。ちゃんとあるからじゃないよ、あるかないかの話してんじゃないの、顎が。うん、なんかすんごいなんかね、連絡が来てたんだけど配信中だから出れなかったんだよ。そしたら怒って出てきちゃった。調子に乗ってないじゃん。盛り上げるためのバトルの、あのね、なんか普通にバトルしててもつまんないんだよ。お母さん家でしたから。めっちゃおもろいじゃん。どこ行っちゃったの？どうせあれだろ、なんか男と旅行行ってるだけだろ。自分の配信でやれよ、そういう面白い話を。俺のとこに持ってくんなよ。俺の枠で、マキマさんが家出したって言われても全然面白くなんないんだよ。なんか重くなっちゃうんだよ。 お前の枠でやったらおもろくなるだろ。今東京駅だよ、東京駅。バス50分のバスだよ、50分のバス。バスに乗るまで暇だから配信してたの、2時間ぐらい。お疲れ様です。マキマさん男遊び好きだからあれだろ、男と旅行行っただけだろ。こっちは言えないんだから。
雑談たぬきで荒らされてると今、うわ、今、マキマ、家出したって、マキマ家出したって、みたいな。すぐ戻ってくんだろう。寒い。ただいま。ちゃんと家着いたかい？うん。いや、もう、エミリーさんがここで謝るまで、あの、バスの時間過ぎてもしょうがないわ、もう。ほら、ペロンコ結構ね、攻めてくるから。50分のバスだよ。うん。いや、先に20万くれたらやるよ。いくらでも暴言吐いてやるよ。なんか、その、揉めさせようとしてくるな、ペロンコは。なんか。絡んでないじゃん。もう行かないからね、50分だから、ほら、もう40分になったらもうバス出ちゃうから、あれだからね、締め切っちゃうからね。知らないよ、エミリーさんが謝らないなら俺行かないからね。こんばんは、アリエルさん。50分に過ぎちゃ出ちゃうからね、バス。本当は30分に切る予定だったんだよ、配信。8時半に切るって言ってたんだから。できない。1万ちょっと赤字行って、こんな怒られるくらいだったら行かないよね。何の縁？いや、宮崎じゃない、福岡。俺じゃないけど、エミリーさんの実家で荷物取りに行くんだろ。いや、凛ちゃんは多分振るよ。ネタで付き合うんじゃない？付き合ったとしても。なんか、やっちゃさんのことしつこいから苦手って言ってたから。で、行かない、もう、謝ってくるまで。知らない、もう。このまんま放置だね。送ってもらえたらね、助かる。わかんない、詰め込むのめんどくさいんじゃない。あと10分だよ、もうバスが出ちゃうまで。40分にはもう並んでてくださいって言ったら、知らないからね。いや、そのさ、からかってただけなのに、しつこくしたらからかうじゃないじゃん、相手からしたら。っていうか、人の気持ちをからかうのって最低だと思わない？誰にでもこうね、ちょっかい出して、遊ぼうって一斉送信して、で、好き言いまくって、で、振られたら、私、実は俺、遊びだったんだ、からかってただけなんだ、みたいな。いや、俺は LINE 見たから、やっちゃさんがすごい送ってんの。凛ちゃんは優しいから多分それ言えないだけなんだと思う。やっちゃさんかばってんだと思う、俺が言っちゃったから。見せてもらえばいいじゃん、 LINE。 凛ちゃんが全然 LINE 返してなくて、やっちゃさんがすげえ何通も LINE 送りまくってんの、見せてもらえばいいじゃん。凛ちゃん優しいよ、かばってるよ。優しい。かばうでしょ、それは。俺にやっちょさんの LINE 見せちゃったんだから、まあ、そこでかばわないとリンちゃんがね、悪者になっちゃうから。飛んでっちゃえばいいんだ、ズラなんて。行かない、もう今日は行かないって決めた。行かない。
わかんない。まあでも 俺が見た時はなんか避けて、なんかしつこいんじゃない。リンちゃんってさ、多分みんなとしたい人なんだよね。顔かっこいい人だけとか誰でもいいんだよ本当。いろんな本当毎日違う定食食べたいタイプなんじゃない。何のことで謝ってほしいのか分かんないけど、来んなって言ったのにから行かないだけ、すいません来てくださいって言われたら、まあ行ってやってもいいやって感じ、もう50分にバス出ちゃうから知らないよ。1万円俺が無駄に使っただけで終わりよ。本物でしょ、もったいないでしょバスで。でも行かない、乗らない、絶対嫌だ。あっちが謝ればいいと思う、あっちが来るなって言ってきたの。いつもそうなんだよ、喧嘩の発端は、結果の発端はいつも向こうが爆発して、俺はね、まあ、それ爆発が収まったらいいよって言ってるのに収まんないんで、いつもしつけないと、こうやってうん、5名だけしか書いてない、5名じゃ分かんない。米が食いたいって書こうか、書いたの、書こうとしたのかもしれないし、ごめが目に入ったのかもしれないし、わかんないわ、ちゃんとすいませんでしたって言ってくんないと。ごめが食いたい、卵をかけごめが食いたいのかもしれないし、ごめが目に入ったのかもしれないし、ちゃんとすいませんでしたって言ってくんないと。あと6分でバス出ちゃうからね、知らないよ俺は。向かわない俺は。絶対行かない。行くんじゃないだろ、荷物取りに行くだけで。嫌だ、こんなにみんなが言ってんのにね、言えないんだから、プライドが高いよ。こっちはチケットまで取ったのに、どっちが頑固ちゃんなの。お前らあれだな、なんかいつもはさ、エミリーさんのこと嫌いなのにさ、こういう時だけなんかかばうな、なあ、ちゃんと謝るくらい簡単じゃんな、ととな。ありがとう、ジャミ。あと5分だよ、もう行けないわ、もう走れないわ、間に合わないわ。ジャミネさん、ありがとう。寒くて眠くなってきちゃった。いい
いよ別にチケット代なんて、帰りもどうせかかるんだから、帰りのチケットが安くなったと思えばいいだろう。今日行けないわ。あと4分だわ。もう無理だわ。間に合わないわ。今日行けません。皆さん、新宿に帰ります。なればね、皆さんがスパチャくれれば、スパチャがギフトくれればいけますから。あと3分です。もう無理だね。だから来てくださいじゃないんだよ。すいませんでしただろう。来んなって言ったんだから、すいませんでしたって言えないもんかね。おしっこ漏れそう。ほら、このでしたって言えないんだよね。このすいませんだけなんだよ。すいませんでした、ちょこっとあれなんだよ。エミリちゃんってすいませんでしただよ。ほらでした、ほらバカにしてるでしょ。これ舐めてるでしょ。バカにしてるわ。行く気なくしたわ本当に。舐めてるわ。あやともちゃんありがとう。からかってるように感じちゃうよ。もう行きません。バスも出ちゃうよ。もこちゃんありがとう。お疲れ様。もこちゃんありがとう。すいません、逃します。ありがとう。いやすいません、デスタじゃ無理だよ。デスタってちょっとデスが入っちゃってるもん。デスが、デスタ。ありがとう、マーさんありがとう。50分ではもう無理で行けないよ。諦めてるよ俺は。もう5分前の時点で。デスタじゃ無理だよ。ありがとうリータ、ありがとう皆さん。次のバスない。明日1日も。だから来んなって言ったんだよ。来んなって、何を謝ってんだろうって。50分です皆さん、ありがとうございました。無駄にしたよチケット代を。一番安いのがあれなの、
ねえ、ミリさんってマジで頑固でしょ。素直じゃないよね。エミリさんからね、あれだよ、もう今日、明日か明後日に来いよみたいな感じで言ってきたのに、しかも言い方もこんな感じ、ほんと。マジでね、性格悪いから、そう。いやいやいや、素直で、俺ちゃんと言ってあげるじゃん、俺。言われたら。しないよ。ちょっと機嫌悪くなったらすぐ離婚届け出すような。あれ、ここじゃないのかな。いや、すいません、配信切ります。俺場所わかんねえわ、どこだっけ。いや、俺本当にバス乗れないかもしれない。地下2階、ここだっけ、 このバスあれだっけ、ロータリーってここの2階、地下2階、本当ここ、ロータリーなんかね、書いてあった気がするね、ここの下ですみたいな、ここの地下ですみたいな。バスターミナルここだっけ。あ、バス入ってってるわ、ここだ、バス入ってってるわ。でもどのバスかとか言われたくないんだよね、通報されそうで嫌だから。皆さん帰ります。いや、エミリさんの家には泊まれないね。で、エミリさんもね、うちのお母さんとかに謝ってよって言ってくんだけど、絶対謝りたくないね。分かり合えないもんだって。絶対謝んないね。ということで、いや、皆さん、エミリさんそのうち枠やるんじゃない、明日とか家帰ったら。 お母さんがなんか家出したみたいだから。いや、皆さんおやすみなさい。失礼します。フォローしてね、 Twitter も TikTok も。じゃあね、通知も取ってね。ちょっとムカタン断ろう。ムカタン来てるけど、ちょっとムカタン無理。ハリス、うん、負けたら名前を変えられ